ただいまはぁ、あ、疲れた何を上司のあの態度、ほんとない、はあ。入社したところがブラック企業だってなんて思ってもいなかったってあれ、あいつどこ行ったんだろうあーいたいた、またご飯作らず寝てるし こっちは苦労して働いてるっていうのにこいつと来たらもうああ、そう考えたら腹立ってきたおい起きろご飯早く作って私見ての通りすっごい疲れてんのそんなぐうたら寝てないで 少しは彼女をいたわる姿見せたらちっまたそれ、意味わかんないし。何が君のためにいろいろ準備してるーよ。最近あんたそれさえ言えばどうにかなるとか思ってるんじゃないのは今は言えないけど、絶対喜ぶことだからって。 はあなんか一気にどうでもよくなったもうご飯作んなくていいよ私寝るからああんたはリビングのソファーで寝てよねじゃうんー何よまだもう少し寝かせてよ いいわよね。どれだけ寝ても寝足りないあの感覚も知らないんだから、はあああんたみたいなやつよりもっと私を気遣ってくれる優しいイケメンと付き合えばよかったな何よなんか文句でもあんのはお出かけああそんな約束してたっけそれ キャンセルね、外出たくないしなんなら一人で出かけてくればいいじゃんそうすれば少しは疲れてる人の気持ちわかるんじゃないなんでそんな顔すんのよはあもう寝るからさ早く行ってきてよほらあやっと帰ってきた ねえ、こんな時間に帰ってくるなら、電話の一本くらいよこし。え、な、何よその目。はもう今日は話しかけないでって。<laughs> 意味わかんない。どこまで自己中なこと言えば気が済むわけ少しは私の気持ちとか思いとか考えてよ。あんたより私は大変なの。 それをあんたみたいな年下のバイトくんに分かってもらおうなんて方が無理な話だろうけど。はあ、こうなるなら本当にあんた以外の男の人と付き合えばよかったな。実際、あんたよりかっこいい人にも告白されてたし。あんたよりいいやつなんてごまんといたのよ。それでもあんたを選んだ私に感謝して。 ごめんこれは言い過ぎかあ泣かないでいやそこまで言いたかったわけじゃなくてカッとなって言っただけで本心じゃえ今日が何の日かって今日はあ もししかして、今日が私とあんたが付き合い始めて3年目の記念日だって覚えててそんなじゃじゃあ今日お出かけに行くよう前から誘ってくれてたのも記念日のお祝いのためちょちょっとこっち向いてよ目そらさないで。 あちょっと待ってごめんなさいごめんなさい今日のこと忘れてたくせに自分勝手なこと言っちゃったの謝るからあなたが準備してくれてたことを全部台無しにさせちゃったのもお願い、ね、話を聞いてあ,あ、うん、ごめんなさい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 ,なさい私が悪いんだ 私が仕事の疲れとか苛立ちをあの子にぶつけてストレス発散して。<笑><笑>あ。あ。あ。大好きだった人に嫌われちゃった。もう戻ってなんか来ないんだ。自分で幸せを粉々にしちゃった。もう。 私に生きてる価値なんてないよね仕事だってもう行きたくなかったしいっそ死んじゃえば楽になれるかな <laughs> ごめんね君との3年間すっごく楽しかったよえな何でもだっていや話して 私にはもう何も残ってないのお願いだから楽にさせてよ <laughs> なんでなんでそんなことするの私は君に何もしてあげられなかった私から君に告白してオーケーもらったのにあんな言い方したり鬱憤を晴らすための道具みたいに扱ったりしたんだよ 私君に迷惑しかかけてない私が社会人になるなら君は働かなくていいって言っても少しでも役に立ちたいってバイトを頑張ってくれてたのにそれもけなしたりしてやっぱり君の隣にいる資格なんてないんだよだからえプレゼント これ、私が欲しいって言ってたネックレス覚えててくれたのそれとこれこの封筒開けてみてってこれ私が最初に行きたいと思って死亡したところの。 ここで働いてる親戚に頼み込んで一緒に入社できるようにしてもらったってなんでそんなそっか君にも分かってたんだ私の働いてるとこがブラックだったのそのためにずっと動き回って寝ちゃうほど <laughs> ごめんなさい <laughs> 私のためにやってくれてたことだったのに勘違いして何度も責めてた今更謝っても許してもらえはしないよねそれは分かってるえ、許してくれるの嫌いになってたらここまでしてないって るよ。そんなこと言われたらもっと君のこと好きになっちゃうよ <laughs> もう絶対に君に当たったりしない何があっても君が嫌な気持ちになることをしないって約束するだから私とこれからもずっと一緒にいてくれませんか <laughs> ありがとうなんか改めてこう言っちゃうとなんか恥ずかしいね今からでも遅いかな一緒にイチャイチャしたいな2人が付き合って3年目の記念に思い出作りしよういっぱい愛してね これから先も、ずーっと最後までご視聴ありがとうございました。評価、グッドボタン、チャンネル登録、通知、コメントをよろしくお願いします。Twitter もやってるのでフォローよろしくね。それでは、おつだらー。